東急東急グループ東急グループは、東急株式会社を中核とする日本の企業グループである。鉄道を中心とした交通事業を基盤とした街づくりを事業の根幹に置き、鉄軌道事業、不動産、生活サービス、ホテルリゾート事業などを展開している。2017年4月3日、現在220社8法人で構成。 2008年3月期の総売上高は2兆5,937億円。コーポレートスローガンは、美しい時代へ、東急グループ。東急本社の東急南平台町ビル創業家である、堤家一族が確立した旧西部グループや、根付一族が経営に深く関わっている、東武鉄道など、同じ電鉄系の他の企業集団とは異なり同族、経営とはしておらず。 東急グループの後藤家一族は創業家ではなく、資本的な支配も希薄で純粋な経営者に徹した。このことから、世襲の弊害を意識して、実力主義を貫き、多角化が順調に進んだ。安定的な収益を生む鉄道を中核に、交通、不動産、リテールレジャー、サービスリゾート、ホテル等の各分野が一丸となっているのが強みである。また、 東急の始祖は、田園都市株式会社というデベロッパーであり、伝統的に不動産に強く、東急不動産は、東急グループの重要な第二の稼ぎ手となっている。グループ規模に対して、トップシェアとなる分野がないことから、極下集団と評されることもある。これは、グループ総水、後藤昇の、全国展開、あるいはナショナルブランド化は、安易に進めてはならない。まず、 偉大なローカルブランドとなることが出発点だという方針によるとされている。1989年に後藤昇を失った影響は大きかった。後藤なき後と横田二郎を中心とする集団指導体制に移行したが、グループ各社のトップも年齢的に退く時期になり、やや求心力を欠いた経営をやっているように思われた。 その後の2000年代以降はグループの再編を徹底的なまでに行うこととなっている。だが、東急グループの厳格なマネジメントは存在しておらず、拡大や成長とともに各社の自由な裁量でグループ加盟会社ごとに事業拡大、肥大化した。グループ各社で事業部門が重複し、無秩序に増えていった結果、最大で500社を数えるまでに膨張。 バブル崩壊後の縮小経済化では、そのスケールの巨大さはデメリットに転じ、1999年3月末の有利子負債は、グループ全体で3兆円以上を抱えるなど、業績不振に陥った。さらに、グローバル基準である連結決算重視の流れや、減損会計の導入などを受けて、グループ大再編に踏み切った。1998年、東急グループ代表、 清水糸氏のもと、主要加盟者に対し、自立なき者は競争の輪に加わることができない、胸を通告したのを皮切りに、リストラを大胆に加速。盤弱である、電鉄に依存するのみで、シナジー価値を喪失していないと判断された、数百社をグループから離脱、独立させた。そして、無秩序な全国拡張路線を改め、 原則的に東急遠征や都市部に経営資源を集中させ、東急の価値を共に高める総合力が東急グループであると定義した。重要なコア事業を担う子会社等は、本体にとってのポートフォリオ企業として、監視を強める体制にした。加盟者数は大きく減少したが、業績は逆に高。東急百貨店本店渋谷セルリアンタワー。 東京高速鉄道開業時に用いられた100系電車かつて東急バスが運行していた夜行高速バスミルキーウェイ函館バス市内近郊路線車両日本エアシステムのボーイング777の200型テュハコネターンパイク御所の入り駐車場から撮影以下にかつてのグループ会社過去に資本関係があった企業及び事業を列挙する2020年現在過去 ありがとうございます。